本当はトライの部分はどれだけ前にちゃんと乗って、で最後の走らせたいところで前足ジューバンみたいな、すごい感覚的だね。どうも皆さんこんばんは、ピークポイントの高光です。今日はなんとこんな焚き火の前で神野選手とそして鈴木選手とカービング談義をさせていただきます。まだ今現役かのごとくかな、そういう雰囲気醸し出してますね。ラスな感じでねお話していきたいと思うんですけど、ここはあの神野慎之介選手の、ご実家兼、まあ、ペンションのカーリービレッジっていうお宿なんですけれど、新たにこんな、ごめんなさいちょっと暗いから全体は映ってないんですけれど、ウッドテラスで焚き火を今焚きながら、和やかな雰囲気の中で、させてもらってます。素晴らしい空間ですので、ぜひね皆さん夏の避暑地として来れる方は、来ていただけたらと思います。ぜひ来てください。さて本題です。カービング談義っていうね、いざ話そうと思えばもう永遠に終わらないんじゃないかっていうようなコンパクトにねそう話になっちゃうんですけれど、技術っていう話よりも、うん、どういう部分で話しますか。なんかやっぱりみんなが例えばね、じゃあバックサイドダウンだとかって言った時に、いやこんな風に意識して自分はやってるんですよねっていうこととか、人それぞれよりこう感覚的な人と理論的な人っているじゃないですか、うん、感覚的な人はまたこう意識してる人が理論的なところと違うのに、ゆうやはどっちだ、これ多分中間ぐらいあのあれですね、かの有名な DVD を普通って言ったそういうちょっと間取ったぐらいのところってことかな、ね、高さんはもう理論武装する、もう俺は逆に言うと感覚だけで、いや多分言われたことはそのままね、なんかやろうとするんだ、だけどそれがこう理屈的に合ってないことだと本当にその合ってないまんまの形を実現させようとしてしまう分、なんかやっぱり分かったら初めてできるってことが多いかな。なんかその、それこそタカさんと一緒にその僕が選手としてタカさんがコーチとしてみたいなやり方を始めて、改めてそのカービングっていうものに対する僕本当にそれこそ感覚で今まですっごいやってきてたから、あの、まあ、タカさんが それを言語化してくれたじゃないですか、なんかそれがあってからすごくなんだろう、変にスランプみたいなのがなくなったなっていうのはあるかな。その感覚派ってそういうの逆にあるじゃん、ね、あるよね、スランプみたいなのが。逆に理論でちゃんと頭で理解して言語化してもらえて教えてもらってから、その自分の思ってることってやってきたことが、あ、なるほど、確かにそういう、そういうことだね。結構でも結構なんだろう、その自分たち僕たちがそういろいろとこうもっともっと海外の遠征とかで2人で行った時とか、そのカービング談義というか、そのアルペンスノーボードの競技としての談義って結構やってきて、いろいろとこうお互いに僕こう思うんですよね、で僕で高さんはこういう考えでっていうので、結構こう食い違いそうで、でも何やかんや話してたら結局ゴール一緒だったよねっていう、なんかそこって面白いなって思ったから、なんかやっぱその人それぞれ今ここ三者三様のそのカービングの理論だったりとか感覚だったりとか、ゆうやの中間だったりとかっていうので、なんかでも同じゴールなのにプロセスが違うんだなって思って、スノーボードみたいな競技だと完璧な状況が常に同じ状況っていうのがない中で、同じ理論が通らない場面とかがあったりして、そうね、そういう時にはその人の感覚っていうのがものすごく大事な場面になってくるじゃないですか。それはあるね。でさ、そう当てはまらない時が、そうだよね。それってその感覚となんか理論のバランスみたいなのがすごく大事で、元から感覚がめっちゃ良くて理論がプラスっていうのが、なんかすごい最強な感じがします。そういうわけじゃないけど、我々のスポーツって分かりやすいじゃん、タータンの硬さが違うっていうのももしかしたら陸上選手の人たちにとってはいろいろあるかもしれないけど、俺らの場合アイスバーンかもうドカドカの軟雪域のパウダーかとか、綺麗にグルーミングされてパックドされた雪なのかとか、明らかに足場の硬さが全然違うコンディションがあるとか、ゲートっていうレースの中だったらセットが全然違うってなったらさ、そもそも自分たちがワンターン描いていく動きって全然異なるし、もっと突っ込んじゃったらさ、
体のスペック全然違うじゃん、みんな、うん、骨格から筋肉からよく話してる自分たちの持ってる重心の位置もそもそも異なったり、うん、結局方法論がある、その原理原則もある、うん、でもその方法論を使っていくにあたって自分がどう表現していくかっていう感覚は全員違う、うん、っていうことをちゃんと前提として持った上で一人一人の選手と向き合ってやっぱりやっていかなきゃっていうのはあるから、だから慎之助にこう関わって言ってる話と優也に関わってる話と、まあ、他の選手に関わってる話って幹の部分は一緒だけど伝え方って全然なんだろう、うん、一緒じゃないんだよね、その人に合わせた伝え方もしてる、うん、なんか本当にタカさんが言い方変えてあそういうことだったんですねってなる時とか、うん、僕がもしかしてこういうことですかそうみたいな時とか、うん、なんかすごいよくありますよね、表現が違うけど、ね、そう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 、結局一緒なんだよ、うん、お二人が求めてるゴールあるね、うん、実際さなんか俺思うんだけど、うん、その感覚っていうじゃないですか、うん、感覚って感覚がなんかその日によって今日感覚良かったなってあるとあるじゃないですか、うん、で実際どこのどういう感覚がいいかって人それぞれ違うと思うんですよ、絶対違うね、なんか体の中でさなんかあれ感じ方ってあるじゃないですか、 G をこういう風に感じれる時とか、股関節に感じた時とか、俺はねお尻、ああ、うん、そうなんだ、お尻、筋肉、お尻とお腹、筋肉なんだ、うんうん、なんかこのここにその股関節に近い部分に自分の中でなんて言うんだろうな、うん、バチンっていう感覚があればあるほどもうね自分で好きなだけプッシュができて、それはヒールもトーも同じお尻とお腹の感覚なのか、なんかヒールの時にはもっとじゃあお尻、トーの時はなんかもっとお腹なのかとか、なんかどうなのそこへ、お腹の感覚は僕両方同じかもしれない、両方同じで、うん、でその足元の足元のその感覚って僕アクセ、うん、車でいうところのアクセルだと思って、そこはちょっとバックとフロントでは僕違うかな、よりなんだろう、フロントは前乗りにくい、バックは前乗りやすい、うん、まあ、あるじゃないですか、まさしく、まさしく、うん、だからいかにバックサイドでは後ろに乗れるか、うん、逆にフロントはトライの部分はどれだけ前にちゃんと乗って、で最後の走らせたいところで前足ギューバンみたいな、すごい感覚的だねでもそれ分かりますよね、なんか分かる分かる分かる、でも俺なんか完全に骨なんですよ、そんなに、うん、股関節にグーッと乗ってる感じ、はいはいはい、でヒールの方は股関節で、ね、うんうん、トーは股関節とちょっと膝の圧感じるような感じで、足裏のこの辺の圧が感じられない時は調子悪いみたいな、なるほど、お母さんはその今僕が言ったらお腹、ヒールで言ったら骨、タカさんはどんな感じですか、その調子がいい時の乗れてる時にここ効いてるなみたいな、自分もあのちょっとねもう2人の融合みたいな感じになっちゃうかもしれないけど、やっぱりバランス崩れてると無駄にすんごい筋力いっぱい使うっていうのが自分でも分かる、それは間違いないですね、すんごい分かる、だから筋力使ってないけど、うん、でも一番板に力伝わっててしっかり曲がるとかしっかり走るとか、明らかになんか楽だけど一番いい板の動き方してくれるというか自分でも選べるっていう感覚になっている状態が自分にとってのいわゆる調子がいいって感じられる時、やっぱりそう、僕たちワールドカップで戦ってきたじゃないですか、うん、僕も戦ってるんですけど今もただその当然めちゃめちゃ綺麗に滑る人もいれば、うん、なんだお前その滑りでもバックみたいに速いなみたいな人もいるじゃないです か、うん、だから結局その理論的にやってることは物理的に起きてることは一緒だけど、うん、やっぱそのフォームが全然違ったりとか、その結局そういう骨格がそうさせてるのかなっていうところも間違いなくあるだろうし、うん、誰のこう背中見てやっぱりやってきたかっていうところとかっていうのは影響すごくあるだろうなっていうのは、うん、やっぱり感じるかな。正解はもちろんないんで、自分たちの好きなスノーボードを、うん、自分たちの好きなように取り組んでもらえたらそれが一番楽しいスノーボードなんじゃないかなと思いますね。物理学からは逃れることはできないから、やってるそのゴールは一緒、ただいろんな方法いろんなプロセスがあるっていうところを楽しむっていうのがカービングなんですかね。そうですね、うん、そんな感じでいいですか？いいじゃないでしょうか。ってなわけで、はい、あの皆さん自分の好きな滑りを自分のスタイルを作ってやっていきましょう。はい。はい、それでは今日ここまでご視聴いただきありがとうございました。
ぜひ、この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価、質問と感想をコメント欄の方にお願いします。それではバイバイ。